西洋と東洋の間をつなぐ、交易路シルクロード世界遺産ボスラにある古代ローマのモザイク画、キャメルトレインを引き連れる商人の図。西暦180年頃のローマにおける主要貿易路と交易、観光資源交易路は、商業活動を行う人々が交易を行う際に使用した物流経路である。この交易路は陸上のみならず、水上にもあり。 遠くの市場まで商品を運び売買するのに使用された。代表例としてシルクロードが挙げられる。交易路は同期時代にはできていた。紀元前2000年期中頃から紀元元年初め頃には中国、インドなどの四大文明で主要な貿易路が生み出された。長距離貿易で重要なことは市役動物の家畜化、船などを次の水路へ陸路を使って運ぶ連水陸路。 運搬であった。紀元前2000年期に現れた組織化されたキャラバンは道中のほとんどで資料を得て遠距離まで至ることができた。ラクダの家畜化はアラブ人の遊牧民が極東からアラビア半島までの香辛料と絹の長距離貿易を制することを可能にした。キャラバンの主な収益は贅沢品で安価なものは利益とならなかった。 鉄と製造の生産技術の発展に伴い新しい交易路が増加し始めた。ありがとうございます。